MV ディレクターの慶吾望月です。年は二十歳です。よろしくお願いします。高校の時にカメラ触ってて、長島っていう友達がいるんですけど、彼と一緒になんかカメラを買って、安い一眼レフ買って、なんか地元でなんかちょっとしたスナップ的なのとかシネマティックビデオ的なのをなんか暇つぶしで作ってたのが動画を始めたきっかけで、で今の MV に至ったのは、自分自身高校時代なんかさ、ヒップホップのカルチャーとかすごい好きだったので、タイミングで上京できたら自分もヒップホップのミュージックビデオ制作したいなっていうのはずっと思ってて、で大学進学と同時に自分は東京に上京したので、その時に MV ディレクターとして活動しようって思って今始めてる感じです。最初は自分のツテがなかったんで、とりあえず静岡、自分の地元の友達で音楽やってるやつの MV 作らせてもらってて、でそのミュージックビデオを持ってって、なんかいろんなクラブのオーガナイザーさんとかに挨拶してみたいな感じで最初は作らせてもらってました。多分一番状況が変わったのは、大きい多分括りで見ると、あのブルナロイヤルさんの直弥の上っていう MV があるんですけど、 I can fly to it 目指す天空、愛をお金何で稼ぐ、これしかないんじゃね、入ってるレッグブス直弥の上揺らす天空、 I can fly to it。 なんか今まで自分自身なんか結構ゴリゴリのトラップ系のあのミュージックビデオを作ることが多かったんですけど、その時なんかカラーグレーディングをちょっと新しくして、でアップデートした状態でそれを出したら、それを見てお願いしてくれたりみたいなことが増えてて、多分あのタイミングで作品としても一個上に行ったっていうか、成長できたかなって感じです。お疲れ様です。今日はムカデ君とアルバトモラン君の晴れのケルっていう曲が結構早めな感じで、CG とかも入れる映像になるんで、スピード感も出てきて、きっかけは俺1年前くらいに自分のライブ映像を撮ってもらって、その時に知り合って、そこからその MV 撮ってるって話聞いて、年齢も自分と同い年でっていうのでお互いフォローし始めてって感じですね。落ち葉くんっていう自分の先輩がいるんですけど、その人が望月に撮ってもらってて、それ見てなんかすげえ今時だなっていうか、その撮り方とかなんかすげえ若さが伝わってくる映像っていうか、ちょっとなんか語彙力的にうまく伝えられないけど、直感で感じて、ああもうお願いしようって。あんまり普段撮ってもらってる自分の曲調がチルっぽい R&B とかの曲調の MV ばっか撮ってたんで、こういうその今時のビートに一番合うかなっていうのもあったのと、あんまりなんか非現実な感じのリリックとなんか曲なんで、 CG とかもバンバン使ってっていうのもあって、ちょうど落ち着く仕事がぴったりだった。そうっす、なんか俺の欲しかった映像を瞬時に作ってくれて、なんでその撮った後確認とかするんですけど、その時なんかあこれ欲しかったやつみたいなのいっぱいあったおかげで、なんかカメラ回って撮り直したりとかしてて、なんかもう存分にかっこつけれるっていうか、やりたいようにやったらやりたいようになってくれるっていう感じがあって、超安心して撮れるなっていうのが最初の感想ですね。跳ねのけるは結構俺もムカデもなんかいろいろ言われることとか、こうなんかダリこととかいっぱいあったりとかして、
それでナイーブになったりとか落ち込んだりすることもいっぱいあるんですけど、まあ、今俺たちがまだステージに立ってるのでそういうの全部自分のその自信とかやりたいこととか夢のために頑張ってきたと思っているので、吹っ飛ばしてここまで立ってきて全部跳ねのけてきたなっていう思い出があって、でたまたま迎えるとスタジオ一緒に遊んでる時にこのビートいいんだよってビート流してもらってパーッと歌ったんですよ。それで俺とモムカでも同じこと考えてて、その2人が考えてた同じことが同じテーマで同じビートに乗っかってバッとぶちりはまったのが跳ねのけるなんですよ。で結構これも俺ら勢いで作ったんですけど完成度も高いしビデオも超いい感じになってると思うので、ぜひチェックよろしくお願いします。出せるじゃないですか。その例えば今裸眼で見てる世界観とかって色とかって変えれないじゃないですか。なんですけど映像だったら後から色も変えれるし、そこに CG とかも出せるしっていう、やっぱりその視覚で常に見てる情報を収集して表現するみたいな作業ってやっぱりすごい、なんていうんですかね、一般向けはすごいやっぱりいいと思うんです。映像媒体ってやっぱり分かりやすいですし、普通になんか媒体としても普通に面白いじゃないですか。なんでそれがめっちゃいいなと思うんですけど、やっぱりそういう意味では常になんていうんですかね、イメージできるものとかその場で見れるものみたいなのは絶対に同じようにしたくなくて、常になんかその現実で見たものにちょっと変化を加えて非現実にするみたいなのは映像を作る上で結構心がでっかりになるかなって思います。もっとなんていうんですかね、いろんなジャンルの音楽にも手出したいなっていう感じ思いもありますし、今以上にいろんなアーティストさんとも MV 作りたいなっていう感じもあるんですけど、やっぱりなんかその時自分が一番なんか作りたいって思ってるものを作り続けてれたら別になんかいいかなと思ってるんで、とりあえずなんか今をキープではないですけど、なんかやっぱりその要所要所で自分がなんか毎回作ってる時にこれが自分の作品ですっていうのをバッて提示できるぐらい自信のある作品が常に作れてたらそれでいいかな。